せないことをさせるっていう。そうね、それ大事だね。確かに。これ撮ってます今。撮ってるよ。撮ってます。うん。サブちゃん、サブちゃんですよ、俺は。もう何でも話し合う。いいですか。前回補助剤について話したからね。もう怖いもんないですよ、もう。怖いもんないですよ、もう。あ、まあ、岡田くんが、はい、まあ、全世界合わせて、歴代、もう、至高のプレイヤーだって、思う人は誰ですか。これ長くなりそうだな。長いですよ。うん。分野別でありますからね。僕の中では。あ、サーブ部門、ドライブ部門とか。とかやっぱりあるので。うん。やっぱり、あと戦術部門とか。おぉ。技術レベル部門とかやっぱあるので。うんうんうん。え、じゃあいいよ。とりあえず名前上げてってよ、それ。いいですか。部門別で。僕、今、やっぱり推してる選手は、今推してる選手です。うん。今。この時代に推してる選手。うん。僕、J7 なんですよ。なるほどね。P じゃなくて J7 ね。P じゃなくて、ジャン・ミッシェル7ですね。JM7 さんですね。はいはい、あの人、やばいっすよ。いや、多分 YouTube で見る機会しかもうないと思います。もうかなり昔の選手なので、うん、J セーブ選手は一度見ていただいた方がいいです。じゃあ、いや僕はもうずっと見てましたよ。はい。その岡田氏がやばいというその、はい、何を思ってやばいですね。まず1個目。うん。守備範囲がそれはもう広すぎるんですよ。そうね。あのやっぱり、ま、もうその当時の年代の方はサーブ隠してもいいと、うん、もう、うんうんうん、でサーブいくら隠してもいいし、あとはボールもちっちゃくて回転もある、はい、スピードも速い、もうグルーバリバリ塗ってるので、うん、すっごい球、いや球見えないです、見えないです本当に、うん、スカその球を、まあワールドな対ワールドなの時にワールドなんか上回転もするんですよ、うん、そう、これから上から出す。それを J セブは平気でチョンってつついてポンってあげるんですよ。で、ワールドナーがそれをもうマーマジして振りかぶって両サイドにカーンってドライブをかける。決まりじゃないですか、普通の、うん、決まり。そこをなぜか、うんってドライブで引き返してくるんですね。しかも、ワールドナーって、はい、サーブの名手とか言われてるけど、はい、あの人が多分一番すごいところって、どこに打ってくるか分からないところ。分からないところですね。そうですね。じゃあ、そうね。で、伊関さんが唯一打ってくる場所が分からない、最後まで分からないのはワールドナーだって言ってたぐらいなんで、はい、それぐらい分からないんですよ。はい。オリンピックチャンピオンがいる。うんうん、それを J セーブは引き返す。しかも、何でしょう、厳しいボールを送った上でのじゃなくて、チャンスボールでしょ。上回転突っついちゃって、やばいっていう時のスカーンって打ったのを、これ仮にですよ、今ルールで、うん、まあ、補助剤はまあ置いといて、うん、サーブは見えます当然、うんうんうん、見えると、うん、でボールも大きくなりました。抜ける人いるんですか。この人に対して突っつき打ってされてドライブドーンって打ってかけ返されない人がいるのかなって考えた時に多分いないと思います、うんうん、って思ったのが、すごいなと。なるほどね。J セーブ。J セーブさんの魅力、これ第1です。第1。はい。はい、そして、はい、第2。第2。出るか出ないかの判断がすごすぎる。ミスらない。3球目じゃなくて、レシーブです。おー。これもちょっとワールドナーとか、うん、本当に昔の選手になっちゃうんですけど、うん、やっぱり、受けたことのある人、今井先生とかも言ってたんですけど、まあ、回転が分からないのは当然。ただコースが分からない。はいはいはい、どこに飛んでくるか、まあ、隠れてるので、うんうん、そのはずなんですけど、うん、J セーブ選手はそうやって出てきたサーブをこう突こうとして出たなと思うと一発でストレートにカーンってかけてくるんですよ。どうやってんのっていう、もう疑問ですよね。だってコースも長さも回転も正直ここまでわからないはずなのに、うん、あ、出てるわぐらいの本当になんか自然にコーンってかけるんですよね。これを見た時にあー、やっぱ意識が違うなと、うん、攻める意識が違うなと、うん、あと体勢がすごい、うん、こういつでも打てる体勢なんだなっていうのは思って、
勝てねえなってイメージは、この人には勝つイメージないなっていう。だって、はい、ストロングポイントである、はい、筒井からぶち抜くってやつをやったら全部引っ返されるんだろ。ドーンって打ってもラリーになっちゃう。無要素ないよ、無要素ないですね、もう。あれはすごいです。ぜひジャン・ミッシェル・セイブさん調べ YouTube 調べ て,、はい、調べ て, て本当にそんな感じだから、はい、本当にミスしないんだよね。本当にミスしないです。本当にミスしないよ。すげえ球打つなっていうことではないんです。そう、本当にマジでミスしないよ。ただ一生ドライブをかけ続けてすごいですよ。だってドライブしてブロックされたのドライブなら分かるじゃないですか。でドライブしてワールドナーとかカウンタードライブをしたのも同じぐらいのタイミングで普通にドライブかけ返す。ジャイアンですよね。もうジャイアン、ジャイアン、もう本当ジャイアン。もう一生相手がどんなボールとか俺はドライブを打つ。そう押し通してくる。なるほど。でもそこはすごいですね。それはない。あと誰かあげる。あとあげるのはもう僕はこれいつも、もうこれは昔から言ってます。はい、分かる。これ最近の推し面じゃなくていつも言ってます。この人ですよね。この人です。この人ですよね。この人ですよね。この人です。順位横この人ですよね。ひねりながらかけちゃう人。ひねりながらかけちゃう人ですよね。この人ですよ。そうですよね。この人ですね。この人ですね。はい。カットマンに勝って世界チャンピオンだった人ですよね。そうですね。はい、世界チャンピオンだった人ですね、はい。シュラガー選手ですね。そうですね。はい。ウェルナ・シュラガー選手ですね。はい、感覚、気違いですよね。感覚、気違いはやっぱ見てわかるんですよ。うん。見てわかるんですけど。うん、戦術、気違いです。あー。すごいです。あの人は、もう何でしょう、頭に全て入ってます。次のパターン。あ、次、何やるか。もう、例えば自分がサーブをこうしたら、こうなるな、とか、こうさせる、うん、っていうのをもう前提にやっぱ出してます。うんうん、まあ、他の選手がやってないわけじゃないんですけど、シュラガー選手はもうサーブ出した瞬間に決まるまで見えるぐらい。すごいですね。あれは、感覚は当然、あんだけもう 200g 近いラケットで両面ブライススピブライスハードかに着14回カリバリとかってして、飛ぶ用具でストップもカットもでカウンターもするってすごい選手なんですけどやっぱりでサーブも当然上手いのは上手いんですけど、うん、自分の出したこの回転のサーブには相手はこう対応してくるっていうのが多分全て入ってると思います。だからもう試合動画見てもらうと分かるんですけど、シュラガー選手ぐらいですね、もう先に動いてしまってる。あ、まあ、新たな選手もこう出して先に動いてるのはあるんですけど、ただ割とこう決め打ちはしてないと思うんですよね、うんうんうん、もうできれば来たところに対応するけど狙いがある。シュラガー選手に関しては多分確固たる自信がある。もうここに来るんだろうなと思って待ってるのがやっぱ何本もある。あ、すごいですね。しかも中国人相手ですよ。そう中国選手相手に、しかもその時の中国人だからね。そうですよ、コン・リンホイとかリュウ・ゴーリャン、リュウ・ゴーリャンでワン・リッチとか、じゃあもうとんでもない、とんでもない人たちを、でしかもその人たちがマックスで打ってきてるんですけど、もうコースが分かってるんで待ってるんですよいやーね、見てほしいな、その時代の選手。すごいですよ、とんでもないからな。だってもう白川選手に関してはただの上があるんですよ。上にしか見えない上回転があるんですよ。こうやって出す上回転あるんですよ、うんうんうん、こう出すんですけど、誰もそれをストレートにフリックとかストップをした人がいないんですよ。もう試合見てると、これをバックサイドに出すだけで本当にほぼ 100% バックに返ってくる。それをこうやって待ってるんですよすごいなと思って、やっぱ自信というかもう技術力があるんでしょうね。そうね、出せしかできないと相手が、うん、なんで僕は戦術部門1位は本当にシュラガー選手だと思って、相当参考にできる、なんとかできないかなと思って見てます、うん、やっぱりセーフ、シュラガー、もうこの時代の選手出てきましたね。僕はもう嬉しくしようがない、はい、あと1人挙げとしたら、あと1人あげちゃいますか、うん、あの方をあげちゃう、あの方あげちゃいますかこれで分かる人多分相当渋いと思うんですけど、さっきもやっぱり冒頭でそうだね話してましたっけ、うん、はい、さっきここに来る間の道でも話したし、道でも話したんですけど、うん、はい、これが知ってる方は相当
少ないと思います。今は。今はね。今は少ないと思います。中国のワンタオ選手。うん、はい、神ですね、神。左のバック表の選手なんですけど。そうなんですよ。そうなんですよ。これちょっとさっき話してたんですけど今の人がこの人に勝つためには何をすればいいのかなって考えた時に方法はなかったんですよ、ね、そう、あのね、勝ちようがなかったんですよね。なかったですよ。今の時代の卓球をやってる、速い卓球をしてる人、はい、速さで勝てるか、はい、勝てないでしょ、はい、でレシーブできるか多分できない、できないでしょ。できないと。じゃあ仮にレシーブがうまくいったとして、はい、点になるかと言われるとならない。多分2、3球バックでパンパンってやられて終わるか、はい、詰められて回り込んでシュートされて終わるイメージしかない、はい、そもそもあのサーブを多分レシーブできないんじゃないか、うん、あの目に見えるその目に見えないワールドな選手とかこう何でしょう、本当にこう中国の方の縦でナックルとまた別の次元になってて、多分見えてても取れないんじゃないか、うん、まあ、いわゆるこう左のですね、こうやって投げ上げて本当に順横系をロングサーブですね、うん、もう本当サイド切るところとストレートに出す、うん、まあメインはそれなんですけど、そうです、もうロングサーブなんですよ。ロングサーブです、メインは取れないですよ、あれ。もうイメージわからないもん。イメージわからないです、全然イメージわからないです。でしかもそれを例えば飛びついてガーンってバックにかけました、ストレートに多分ピタッてされる。そうそうそう、もう本当に表でもうブロック硬いので、うん、もうピタッてされる。それを振り切れれば勝てるかもしれないです。ああ、でも結構なピタ具合ですよ。しかももうこうやってガツンってやられて下からかけさせられてるんで、それをこうやってね、ターンってこう来てるんで、それを仮に繋いだとしたらおしまいですよ。うん、もう繋いじゃったら前こっちだと終わりなんで。ボンパン。だからある意味今の時代育てようと思って、はい、まあ、ベンチマークじゃないですけど、この人モデルにこの卓球目指そうと思って一番勝ちやすいのはワンタオ選手。ワンタオ選手、あれができるのであれば、そうできるのであれば、うん、あの卓球をなぜ今やらないのか。そう、だからバック表に未来はないですかってよく、はい、あ、ライブで聞かれたりするんですけど、ありまくりでしょって思うんですよ。そうですよね、今だからこそ、今だからこそ、ただただ左がいいですね。そう、やっぱり右はきついか、右だと対角線に相手がいると、うん、なかなか揺さぶりが難しいので、ね、左の選手でバックオムテしてる人はワンタオ選手と、ワンタオ選手本当に見てもらいたいです、うん、だし目指してほしい、目指して、うん、絶対やりたくない、絶対に勝てないです。そう、俺は勝てない。そのワンタオ選手を目指してる選手と当たったらごめんなさいですよ。もう僕はこうやって構えられてるのがやばいなと思いますけど、ロングサーブの質一番高いんじゃないですか、もしかしたら。そうですね、あとはまあヘシュエン選手とか、ね、ああ、うん、スペインの左のペン表の方がいらっしゃるんですけど、やっぱ左のこうビョンと出すんですけど、まあそこら辺、まあ、今言ってらした選手は、まあ、どう考えてもちょっとね、気違いに近い選手ですね。そうですね、やっぱりなんでしょう、本当に発想というかもうプレースタイル自体がやっぱ他と違う、うん、一度見たら忘れない、うん、そうですね、うん、だからある意味真似もできない、真似もできないですね。もうその人が多分培った経験とか練習量とかもあったり、で体格差もあったりするんですけど、そうですね、うん、やっぱそういう年代の方のプレーも見てもいいのかなと、うん、思いますよ、はい、本当に。でもそこのプレー見るとなんか新しいもの見えてくる気がしますけどね。そうです、本当に、本当に卓球の、まあ、本当やってた時代は古いんですけど、うん、今見ると、あ、斬新だなとか、そう、すげえなって思う、すごいなと。だって隠していいんですよ、サーブ、うん、だレシーブできるわけないんで、できるわけ、今の感覚で言ったら、はい、いや、見えてないよってたまに言うじゃないですか、うん、当たり前なんですよ、そうそうそう、見えないのが。そうそう、で、その前提でレシーブをしているのに、なぜあそこまでミスが少ないのか、そう、だし、なんであんなビタって止まるのか、ビタっていきますし、あと、よくフリックとかできるなと、うんうんうん、
やっぱなんでできるかを考えて見てもらったら面白いかもしれないですね。そうですね。でそれこそ僕のあの構えを言ってそうじゃないですか、うん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 、バックサイドのあれも結局今はもう見えてるんで、うん、全部フリック、もし回転分かればフリックできるなと思ってるんで、うん、あの位置に構えてやると、うん、そういう発想に結局なっちゃったんですけどね。いやそうですね、ま、今回村上ね、位置盛り上がったね時代がいいですね。時代がいいよ。時代がいい。